皆さんこんにちは。こんにちは。じゃあ本日はですね、女性スタッフの、座談会ということで始めていきたいと思います。整体師あるあるみたいなのがあればちょっと教えてほしいなと思います。そうですね、まあ、周りの友人とか両親もそうなんですけど、体のことで困ったことがあった時にはこれってなんでこうなってんの、これどうしたらいいの、というお話はよく質問されることが整体師あるあるですかね。はい、家信さんにお伺いしたいんですけども、今働くママとしても、頑張っていらっしゃると思いますが、整体師として子育ての経験で得たことって何かありますか？店長をやっていてなんですけど、子育てとスタッフ育成っていうのがすごく似たものがあると感じていて、で、まあ、最初できなかったことを、できるようになるまでの過程を、そばで見守って一緒にできた時に喜ぶっていうのは、すごく対象者が違うだけでやり方とか仕組みとかすごく似てるので、プライベートでも仕事でもどちらにも生かされてます。西川さん、こんな先輩になりたいなっていう風な人、目指したいなっていう人はいらっしゃいますか？自分のことよりもスタッフだったりとか、あとはお客様に一生懸命になれる人になりたいなっていうところを目指してはいます。で、もともと私も店長をなるきっかけになった時の先輩が、スタッフへの思いとか、いけないことはいけない、できなかった時もしっかり最後までできるようになるまで付き合って研修をしてくださったりとか、お話聞いてくださったりとかっていうのをすごくしてもらったので、それが自分が今のスタッフに、今のお客様にできることが恩返しじゃないですが、今後もそういうあり方でありたいなと思います。女性ならではの働き方の悩みだったりとかって皆さん何かありますか？女性だからこその悩みとしては、お客様に入る際に、男性のお客様に特になんですけども、なんかこの先生圧の強さだったり、しっかりと調整してくれるのかな、などとちょっと不安になられることが多くて、そこでちょっとこっちも身構えちゃうこととかも多いんですけども、実際に施術終わってみると、お客様にしっかりとすっきりとしてもらったり、かなり圧の強さ強かったねとかって言ってもらえるとすごく嬉しいなと思って、で実感しています。私も身長が152センチなので、結構大柄な男性の方とかだったら、ちゃんと圧が入るのかとかいう感じの思われ方をよくされるんですけど、で実際スッキリ感をしっかり出すと、その場でそんなに力があったんだねって言われるので、まあ、これは結構女性あるあるかなと思います。西川さん、長く働き続けていくためにも、何か改善してほしいなとか、ここ変わったらいいなとか、そういった点はありますか？特にこれというものはないので、このまま続けてほしいところではあるんですがコロナ禍がと明けたので、ぜひ新卒から、あとはベテランの方までが交流できるようなスポーツ運動会みたいなものができるといいかなと思います。中野さんにお伺いしたいのですが、今エリアマネージャーをされているというふうにお伺いしましたが、マネージャーになったきっかけを教えてほしいなと思います。入社後に配属された店舗では多くの女性が働いていたんですけども、何もこう仕事をわからない中でも、お客様と楽しく話している姿だったりとか、お客様から声をかけてもらってる先輩たちを見た時に、あ、すごくこういう先生になりたいなっていう目標にしたくなる先輩がいました。その先輩がお店の店長になるっていうことが決まった時に、私は自然とその先輩をサポートしたいなっていう気持ちになりましたし、その先輩がお店を移動するっていうことが決まった時にも、このお店で私が店長をやりたいっていう思いに自然とさせてくれました。その結果、今店長を経てエリアマネージャーになってると思いますし、人の前に出たり人に何かすることって苦手で、そういった行動を目立って取ってきてたわけではないので、目標になってくれた先輩がいた
ていうのが今エリアマネージャーをやってる大きなきっかけかなと思ってます。では、西川さん、トレーナー活動もされているというふうにお伺いしましたが、今トレーナー活動はどんな、内容されているんですか？活動内容は高校生の女子バレー部を見ているんですが、50人ぐらいの選手がいまして、週1回選手の、施術だったり、あとはテーピング、トレーナーとして、選手のトレーニングメニューを考えたりするような活動内容になっております。私が学生時代にやってた、種目バレーボールを今現在でも、トレーナーとして見させていただいてるんですけど、学生の時にやっぱり感じてた思い、勝ちたい、優勝したいっていうような思いと、怪我をしてるだったり、どこかが不調ででもやりたいっていう、この天秤にかけた時に悩んだ時期ってすごくあったんですけど、その悩んでる選手だったり怪我をした選手に対して、トレーナーとしての同じ気持ちが分かるからこその言葉だったりとか寄り添い方っていうのを選手にかけることで、選手も私の方に矢印を向けてくれて、今、怪我している選手も改善に向けて必死にトレーニングを頑張ったりとか、あとは進路とかがやっぱり関わってくるのが高校3年生になるんですけど、やっぱり西川さんと同じようにトレーナーやりたいんですけど、どういう学校行きましたかだったりとか、今の会社ってどういうことをするんですかっていうような、今のお仕事内容などの進路についても相談してくれるようなことがあるので、すごく目標にしてもらえてるなっていうような、こう夢を与えられてる仕事だなってところで、やりがいをすごく感じてます。皆さんに伺いしたいなと思うんですが、体ファクトリーの、ここが好きっていうところを、教えてほしいなと思います。私の体ファクトリーのここが好きっていうポイントは、感動を生み出すことができるところです。毎回お客様が施術終わった後に、体良くなったとか、すっきりしたよって言ったお言葉をいただいた時に、感動していただけている姿を見て私も嬉しいですし、お客様の満足していただけている姿を見てやりがいを感じるからです。私の体ファクトリーのここが好きっていうところは、人情に熱いっていうところです。上司の方が人に対しての声のかけ方だったり、あとは目標に対しての達成ってところをしっかりサポートしてくれるところが、すごくできるようになるまでやってくれるところが、すごく私の中では人に対しての思いが熱いところなんじゃないかなと思います。私の体ファクトリーのいいなと思うところは、自由にチャレンジができるというところです。これも、年齢関係なく、早い若い時から店長にチャレンジさせてもらえる環境だったりとか、私のように子供がいながらでも環境を整えた状態でチャレンジさせてくれるっていうところが一番魅力なところだと思ってます。私の体ファクトリーの好きなところは、人に熱いところです。やっぱり人が悩んでる時に一緒になって考えてくれる先輩がいたことが私にはすごい救いでしたし、来てくださるお客様に対してもすごく真摯に向き合って、でお客様の悩みを一生懸命解決させていきたいっていうものが、お店の働いてる環境の中で感じるところも、人に熱くてすごくいいなって感じた部分です。今後目指したいこと、教えてほしいなと思います。私の今後目指したいところは店長になることです。私の今後目指しているところは、スポーツトレーナーとしての幅を広げていきたいところです。バレーボールっていう種目の幅を広げる、違う競技をチャレンジしてみたりとか、あとは学生ではなくてこうプロの選手だったりとかっていう、対象を変えてチャレンジしていきたいなっていうところであります。私の今後目指したいことは、育児と仕事の両立です。子供が、1歳と4歳と2人いるんですけど、どうしても体調不良とかで急に仕事が出れなくなってしまうことだったりとか、なかなか予定通りに物事が進まないことがあるんですけれども、
まあ、その中でも、私の場合は、自分がお店にいなくても私がいる時と同じような、ものが提供できたりとか、そこの質を落とさないっていうところが目標でもあるので、自分がしっかりと仕事をする上で、まずは自分の体調管理も子どもの体調管理も、まあ、仕事の一つだと思ってるので、これはずっと目指してやっていきたいと思ってます。私が今後目指しているところはシニアマネージャーになることです。今自分が持っている力以上のものを目指していきたいっていうところで、まあ、もう一つの理由としては、私自身が施術家として現場に立っていた時の自分のやりがいってで、お客さんから必要としてくれていたりとか、あと施術中にお客様が悩んでいたことが解決された時に喜びを一緒に分かち合えたところだと思っていて、これを一人でも多くのスタッフに楽しいな、やっててよかったなって感じてもらいたい思いがあるので、その一人でも多くの人にっていうところで、まあ、エリアマネージャーからシニアマネージャーになることで関われるスタッフが増えると考えてシニアマネージャーになりたいと思ってます。皆さん本日はありがとうございました。ありがとうございました。